いよいよ秋到来、体育祭が始まるみたいだね。私運動好きじゃないから体育祭とかって盛り下がるんだよね。そうなんだ。私も運動は得意じゃないけど嫌いじゃないかな。ところで一ノ瀬さん、綾小路くんのこと好きになったりはしないの？急だね。それはないんじゃないかな。一ノ瀬さんって恋多き乙女だったりするんじゃないの？全然だよ。私誰かを好きになったことって今までないから。軽井沢さんの方だって綾小路くんのこと好きになったりして。ないない、あんな僕年人みたいなやつ絶対ないって。それはちょっと言い過ぎだよ。そんなことないって。全然笑わないし変なやつだからさ。次回、人材は作り出す必要がある。来週も私の活躍に注目してね。頑張って軽井沢さん。